なんかぶっ倒れたとかいう話も聞いたんですけど、金城さんと相性が悪いんですよ。全然変わると思いますよ。ここの部屋見た瞬間に一発解決できるんですよ。こんにちは、矢野慶三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。今日皆さんがお待ちかねの高見さんとのコラボをねやることになりましたということでね、今日はねどこに来てるかというと、高見さんのご友人が今引っ越した場所ですごいいろんなことが起こって困ってるという。そうなんですよ。引っ越してからなんか運気が上がらないっていうことで、矢野さんに一度ちょっと見てもらえたらなっていうのを前々からちょっとオファーいただいて、はい、でちょっと同じタイミングで東京に来てたんで、うん、はい、今日は一緒に来ちゃいました。すごい高級マンションというか、はい、こんなにいい場所なのにこんなこと起こるんだなということも含めてですね、これからちょっともしかしたらぶった切ってしまうかもわかりませんが、はい、必ず最後はねいい形で改善する方法もねお伝えしようと思いますので、ぜひね皆さんも楽しくご覧いただけたらと思います。はい、ではですね、ここから家に移動しましょうかね。はい、そうですね。はい、じゃあ行ってみましょう。こんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。はい。ということでですね、早速ちょっとどんな悩みかちょっと簡単にご説明したいんですか。はい。この家に来てから、はい、以前よりもぼーっとしてしまうことが多くなってしまったっていうのと、はい、自分なりに家相を調べてたら、はい、家相が良くないとのことで、はい、すごく心配をしています。あ、じゃあ前はもうなんかバリバリ仕事をされてたっていう。そうですね、前ものすごくバリバリやってたりとかしてたのが、はい、なんか今はちょっとゆっくりしたいなみたいな気分になって、うん、なんかぶっ倒れたとかいう話も聞いたんですけど。あ、そうなんですよ。で去年はこの辺に越してきてコロナになってでちょっと良くなったかなと思った後にすぐ複雑骨折をして、血まみれになって複雑骨折をしてっていうこともあったりとか。じゃあ不運なようなことがちょっと続いちゃってから。そうですね、心配。お家が原因かもしれない。そうですね。それは家のことを恨みたくなるかもわからないですね。確かにね。そうですね。今日はですね、私の方のチャンネルでは家の間取りが及ぼしている影響がどういったものがあるかということをね、いろいろ調べながら、そして本邦初公開の焼き塩をね、どう作るかっていうのを花城さんにちょっとね作ってもらいながらですね、どうやってやればいいかとか、それを作る時にどんな気分になるかとかいうこともね、見ていただこうというふうに思ってます。高見さんの方のチャンネルではですね、本邦初公開今回の電磁波測定器で家の中を測ったり、あとトイレですよね。そうですね、うん、トイレのあたりとかを、特に今回お悩みの場所がトイレとかお風呂の場所があってすごく気にされてたからね、そこも含めてやっていこうというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、早速実は間取りの方はね拝見させていただいたんですけども、ズバリこの家はですね、実は花城さんと相性が悪いんですよ。うん、それが分かったんですね。でそれは何で調べるかというと、花城さんの生年月日から分かる星の組み合わせと、この家の間取りがちょうどね南と南東が欠けていてですね、で特にこの南東のエネルギーは花城さんのメインのエネルギーのところがボソッと欠けてて、そしてここの家に住むとですね、アイデアが出ないとかインスピレーションが降りてこないとか、でさっき聞いたらそれを自分の主にしてやってきてたというか、全部ねだからこう両手両足縛られてこんな感じで頑張ってるっていうのがここの家の状況だということが分かったんです。そしてね、花城さんが家相が悪いんじゃないかっていうような話があったんですけど、ただね、さっきお嬢さんたちの生年月日も調べさせていただいたりとか、あとはお嬢さんたちが実際どうなのかって聞いたら、2人は元気だということで分かったのが、やはりね、これ相性が合う人と合わない人がいるっていう、今回そのパターンだなということが、分かったんですけどね、今日は僕の方のチャンネルではですね、その相性を改善する方法をね、ぜひね、ピックアップしてやっていこうかなというふうに思ってます。そしてね、またいろいろ見てて面白いことがあるんですけど、実は花城さん、この家の間取りの中の南西の場所でね、仕事をしてるというふうにして、花城さんの生年月日から見ると、南西の部屋って基本的に相性良くないんですよ。でしかもね、南西の場所っていうのはどちらかというと引退した年配の女性の方が過ごす場所なんですけど、まさに何か同じ症状っていうか、はいはい、そうなんですよ本当にね。だからそこの場所で仕事しようと思ったらバリバリできないんです。でね、バリバリやるには花城さんの場合はリビングエリアとかが相性がいいので、もしバリバリやりたいんだったらこの辺のエリアでやった方がいいっていうのも分かるんですよね。はい。であと花城さんが一番気になっているっていうのが、家の中心付近にあるトイレとお風呂の場所が、これがまずいんじゃないかなってすごい思われてる。もうビビってますね。はい、すごいビビってます。もう終わったと思って、これ終わったんだと思って。
ってました。なるほどね。でね、実は家の中心付近のエネルギーっていうのは、この花城さんの星の組み合わせから見ると仕事の運とむちゃくちゃつながってる場所なんですよ。家の真ん中が、家の真ん中あたりが、だから、家の真ん中あたりをどれだけ大切に扱うかでビジネスがね、どう伸びていくかっていうところとも全部つながってるんですよ。あ、じゃあめちゃくちゃ大事なんですね。あ、そうなんですよね。なので今回はそこをどう改善すればいいかということで言うと、実は焼き塩を作るのがね、実は一番いいっていうのがあるんです、はい、なのでね、一度高見さんのチャンネルでもね、焼き塩を作るっていうのをね、めちゃめちゃ好評でした。よかったですね、はい、ちょっとね、それを実際作ってもらいながらどんな気分になるかも含めて、ちょっとね、これから作ってもらいながらそれをどう対処したらいいかっていうのをまたね、その後にちょっとお見せしたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします、はいはい、ではこれからですね、焼き塩を作ってもらうんですけど、焼き塩を作る時の注意点があってですね、まず外の窓は全部閉めていただいて、そしてその次はですね、家の中の扉は全部開けてですね、焼き塩の香りが充満していくようにするっていうのが初めのポイントなので、できるだけ全部そういう風にしてやっていただきたいと思います、はい、そして作っていく時にはですね、今日ね、買ってきていただいたんですけど、コンビニエンスストアとかで売ってるこの博多の塩とか、あとアコウの塩とか、こういう塩で十分なので、こういった塩を使ってやっていくっていうところからぜひね、皆さんも購入してやってみてください。YouTube で見てた、はい、焼き塩を自分がやるのは、はい、でですね、この塩をですね、はい、今度は、フライパンの方に、はい、でフライパンもできれば加工とかしていないフライパンの方が傷つきにくいのでいいんですが、今日はね、ちょっとこのフライパンしかないということだったんで、はい、入れてみてください。だいたい1つかみぐらいの量でいいので、はいはい、手でつかんでいただいてもいいですし、このままでもいいですよ、はい、これぐらいですかね、もうちょいですね、はい、あ、それぐらいですね、はいはい、ありがとうございます。ではですね、ここからは換気扇できる限り、まあ、止めれたら止めていただいて、そしてこれから強火でですね、はい、行ってもらいたいと思います。だいたい最長5分なので、はい、5分以内でやるということができたらと思います。強火にしていただいて、はい、強火です。はい、でなんかヘラみたいなのがあったらですね、はい、プラスチック系だったら溶ける可能性があるから、あの、木べら的なやつがあるといいんですけどね。で最長5分ぐらいなので、はい、それ以上やるとね、ちょっと火事になったりする可能性もあるので、へー、うん、ダマになっちゃうこともあるんですか。そうですね、この焼き塩を作るときにダマになったりすると、それは潰していただいたらいいんですけど、はい、これね、真っ黒焦げになるような場合とか、何これみたいになるときたまにあるんですよ、うん、なるほど。でその時はですね、焼き塩いい感じで働いてくれたなと思って、はい、それは一回生ゴミで捨てていただいて、もう一回ぐらい作るチャレンジしてもらってもいいかもわからないですね。でこれね、4回も5回も失敗して作り直す人がいるんですけど、はい、その日は1回作り直すぐらいだけでいいと思います。サラサラになってきました。はい、ちょっとね、フライパンを持ち上げ気味でやっていただいた方が、もしかしたら火の加減がね、大丈夫かもしれないですね。サラサラですね。サラサラです。うん、なんか香りとかしますか。あ、なんかちょっと、なんだろう、海の匂いっていうか、なんだろう、うっすらとこの辺までしてきましたね。ね、はい、しました。はい、海の家みたいな、ちょっと香ばしい感じ。はい、でたまにザーッと動かしてもらいながらですね、そうそうそう、こんな感じで、うん、はい、少しのダマはこう潰して、うん、それぐらいで大丈夫ですよ。あ、そうですか。はい、実は家で作るのがとっても大切で、焼き塩を買ってきたらですね、あまり意味がないんですよ。焼き塩っていうのは、この作っていく過程で香りがバーッとするでしょう、はい、そして香りがする、この香りがですね、その人自身にいろんなものがついていたら、まあ、取ってくれる作用もあるんですよ。だからこれを作るとですね、人によっては体が軽くなったりとか、逆に熱中に体が重たくなったりする人とか、いろんな反応が起こるんですけど、それいい悪いじゃなくって、自分の体の状態を浄化してくれるという意味ではすごく意味があるんで、週に1遍ぐらいね、焼き塩を作ってもらうと本当はいいんですけどね。はい、なんかうっすらちょっと色が変わってきてますよね。そうですね、はい、でこれはIH の方でも IH 用のフライパン使ってやってもらったらいいですし、そしてどうしても今ちょっと換気扇が連動してしまうので、たまにこう切りながら、な、うん、やっていただく。これね、換気扇で全部吸われるとね、バルさんの煙が全部吸われて家中に広がらないのと同じようになるんです。今特にブワって香りが来た、来ました、はいはい、でどうしてもね、最近のマンションとかは連動しやすいんでね、仕方がないところあるんですけどね、はい、こんな感じで本当にね、うっすら、ちょっとカメラ越しじゃ分かりにくいかも分からないですけど、うっすらなんかきつね色っていうか、焼き色がついたりする、これがね、焼き塩なんですよね。焼き塩作ってどんな感じがしますか。いい香りがして、うんうん、部屋も
浄化されてるのかなっていう気持ちにすごいなるので、うん、はい、はい、よかったら週に1遍ぐらいは作っていただいて、はい、自分の体調が悪いなと思ったら作ってみるとかするとちょうどいいと思いますね。でこれはね、僕は一級建築士なのになんでこんなことを知ってるのかっていうと、僕たちは地鎮祭とかね、はい、上等式とかいろんな形のお祭り事を、はい、家を作るときにね、神主さんとかとやるんですけど、はい、その中の古神道っていう古い神道って書くんですけど、はい、その先生の必殺技なんですこれ、はい、困ってる人がいたら、はい、こうやって作ったらいいよって教えてあげてもいいから、どんどん広めてくれと言われてですね、それでね、このコーンスマイチャンネルでもねちょっとお伝えしたという感じなんですけども、ではここからですね、できればこれぐらいのお皿とかありますか？あると思います。はい、ではちょっとお皿を出していただいて、お皿にはですね、底が見えない程度で構いませんので、はい、できればね、もうちょっと小さめのお皿でですね、はい、何箇所かね、はい、置いたらいいと思うんですけども、はい、ということでね、焼き塩の完成ということで、はい、こんな感じです。焼き塩は普通の盛り塩と違ってサラサラしてるので、とんがったりとかできないんですよ。なのでパラサラの状態で全然構いませんので、この状態でぜひね作っていただいたら十分だと思います。ちなみにですけど、次の焼き塩を作る時って、はい、前の焼き塩ってどうされたらいいんですか？これはですね、はい、この方法以外やらないでくださいっていつも言うんですけど、はい、生ゴミとして捨ててほしいんです。生ゴミで捨てる、うん、これをですね、後でお風呂に入れていいですかとか、はい、いろんなこと言われる方いるんですけど、やめてください。基本的には生ゴミとして捨てるっていうこと以外はない、はい、一択だと思ってください。これね、必ず生ゴミとして捨てる、それ以外はやめてくださいねということをお伝えさせてもらいたいと思います。じゃあですね、玄関を清めるっていうのやってみましょうか。はい、はい、じゃあちょっと玄関に移動しましょう。じゃあですね、焼き塩の使い方でこのバージョン今まで見せたことないんですけど、どうやってやるかというとですね、ここの玄関にですね、清まれと思いながらバッと巻いてもらうといいんですよ。巻いてみてください。なんか浄化されてる気分になりますね。はい、ちょっと香りがしますね。香りがしてきますよね。はい、巻く場所に関しては後でほうきでかき集めることができる場所にしてほしいんですよね。でこれがですね、畳の場所に巻いた方がいて、畳に巻くと詰まって取れなくなるんで、フローリングとかこういうタイル系とかね、そういったところだったら巻けると思います。はい、ではですね、今玄関に焼き塩を巻いていただいたんですけど、まあ、2,3 時間経ってからね、また集めてもらうとして、次に気になる場所はどこですか？仕事部屋の方が仕事部屋、はい、気になります。あ、じゃあちょっとそこ、はい、いいですか、入らせていただいて、はい、よろしくお願いします。はい、ここで仕事をされてるってことだったら、はい、この辺りのどこかにそれを置くっていうふうにしてほしいんですよね。なるほど。はい、床でもいいし、はい、机の上とかでもいいし、どこに置きたいですか、直感的に。いや、もう普通に机の上にちゃんとあった方がいいだからと。なるほど、はい、じゃあここに関してはここに置いていただくということなんですけど、はい、ちょっとね、一個ね、ここの仕事部屋で、はい、これはちょっとまずいなって思うところがあるんですけど、はい、まあ、柱のそばに机を置いてるんですけど、柱のそばで長居しない方がいいっていうのがあるんです。でね、ちょっと私が以前からよく使うこの方位磁石、これを使ってですね、見ていただきたいんですけど、北がこれぐらいですよね、今ね。これをずっとここの端っこに持ってくるとですね、この辺からちょっと持っていくとぐーっと動いていってますよね。はい、この辺ぐらいの距離から北向く方向が変わるんですよ。でね、人の体っていうのは基本的に電気が流れてるんですよ、はい、でやはり地球の環境の南から北にかけて磁力線っていうのが流れてるんですけど、特に鉄筋コンクリートのマンション系は柱付近がですね、それが狂ってるんですよね。北向くところが北向かなくなったりするんですよ。なので例えばこの辺にいると北にこう流れてる線が急にこの辺でギューッと曲がってるような感じになってるんです。でそういう曲がってるところに体を置くとですね、疲れが取れないとか集中できないとか、そういったことが起こりやすくて、ちょうどやばいところに。そうですよね。だからね、ここじゃなくてまだあっち側の方がいいかもからね、柱から1メーターは離れたところにいる方がいいですね。はい、あと窓に向かって仕事をするっていうのも一つなんですけど、よく経営者の人たちは真ん中に向かって机を置いてこっち向きで仕事をするっていうのをやるので、なのでどちらかというとこちらは後ろ面にしながらこっちを向いて仕事するのもありかもからないです。はい、ただここの場所が隠居しやすい部屋なので、はい、できればここでやってる作業はリビングがちょうど東でいい場所なので、そっちでねやる方がいいかなと思います。わかりました。これ自分で持ってやっていただいたらいいんですけど、はい、北の方向ってどっち向いてるかをちょっと一回ね、これでやっていただいて、はい、北を向いてる、はい、北向いてるのが大体どの方向か分かりますよね。はい、はい、でそれをですね、あの辺の近くに行って柱にグーッとそれをね近づけた時に針が動くかどうかを見ていただきたいんです。わかりました。動いてる、どういうこと？めちゃくちゃ動きましたよ。今北です。はい、はい、
ここから50センチぐらいの先がまっすぐしか動かせない。めっちゃ動いた。え、はい、東になってる。はい、ここで寝ると熟睡できないです、どう考えても。だからいつも眠いんですかね、うん、そしてぼーっとしやすいっていうのはここに寝てるからです。はい、確定です。この家に来てから、はい、人生初というぐらいにもうすごい寝てるんですよ。寝ても寝ても寝足りないと思います。いいかもしれない。でね、ここの部屋見た瞬間に一発解決できるんですよ。これね、今こっち向きで寝てるってことは西枕っぽいんですけど、なるほど、はい、これね、このベッドを90度こう向けて、こっちを頭にして北枕にして柱から離れて寝てください。北枕がね、風水とか火葬においてはいいと言われてるんです。こっち側を頭にして、はい、ベッドをこの辺にして柱から1メートルぐらい、離して寝るとですね、全然変わると思いますよ。そうですか、はい、そうします、ね、はい、今日にでもそうします、ね、まあ、焼き塩プラス、はい、そういう、ね、家の中の特性がいろいろあるので、はい、それを、ね、うまくまあ改善するということと、あとはですね、もう一つここの家の間取りが南と南東が欠けているので、紫とか赤のエネルギーが弱いんですよ、うん、さっきの仕事場のカーテンとかを紫色系統に変えるとかするだけでも少し居心地変わる可能性がありますからね、うん、ぜひね、それも合わせてやってみてください。わ、はい、かりました。はい、ということで今日ね、花城さんの家をいろいろとね、鑑定して、そして改善策までね、お伝えしましたけど、今どんなお気持ちです？なんかちょっと安心しました、うん、悪いところが、仮想だけだと思っていたのが、うん、違う部分、電磁波とかね、電磁波と、うん、あとコンパス、はいはい、地磁気のね、鑑定、はいはい、見て、他の部分もダメな部分があったんで、直していくのが楽しみだなと、うん、そうなんですよね。だから多くの人が仮想が悪いからダメなんだって思い込みやすいところがあってですね、家族全員が本当にダメな時は仮想の改善の話も出てくることがあるんですけど、誰かだけっていう時には特定の何かがある可能性が十分あるんですよね。で、今回は花城さんとこの家の間取りがたまたま相性が悪かったっていうところが強かったのと、あとは知らず知らずに電磁波とか地磁気のズレにやられていた、あとはね、思い込みでここの空間がダメなんじゃないかって思い込みがよりそれを、ね、引き起こしてたような感じがするんですよね。はい、気持ち大事ですよね。私のチャンネルではね、今日は焼き塩の作り方と気になる場所に焼き塩を巻くっていうこととね、はい、あとはこのコンパスを使って特にね、寝室とかの、ね、ベッド付近でどれだけこのそれが狂ったか、だから眠りが浅くなってるんだっていうところをね、見ていただいたり、あとはね、高見さんのチャンネルの方でも私のね、本邦初公開のね、必殺アイテムね、はい、見ていただいたので、ぜひセットでね、ご覧いただけたらというふうに思います。後日どうなったかぜひまた聞かせてくださいね。はい、はい、ということでね、今回の話はこれで終わります。本当にね、今日の内容を見てよかったなと思う方はチャンネル登録と高評価のグッドボタンをね、忘れずに押しておいてくださいね。よろしくお願いいたします。今日一日があなたにとって本当に素敵な日のことを心からお祈りしております。最後まで見ていただいてありがとうございました。矢野さん、こんにちは。先日はありがとうございました。まず塩をまいた効果なんですが、あの時塩を玄関に任せていただいてお帰りになられた後に掃除をしたんですけれども、いつもよりなんか玄関の空気が明るくなったなっていう風に感じられたので、焼き塩やってよかったです。ありがとうございました。なのでまた作ってやりたいなと思います。あとですね、一番ものすごい効果があったって感じたのは、柱からベッドを離して寝てくださいって言われて、その日のうちにベッドの位置を変えたんですけれども、それからめちゃくちゃ深い眠りにつけるようになりました。これ本当に嘘じゃなくてびっくりするぐらいよく眠れたんですよ。で、今までの浅い睡眠は本当に何だったんだろうなっていうぐらいです。運動したりとかいろいろ自分なりに深い睡眠を得るために工夫したこともあったんですけど、何してもダメだったんですよ。それがベッドの位置を変えただけで、その日からものすごい深く眠れて、しかもその日1日だけじゃなくて、あれからもう10日ぐらい経つんですけれども、ほとんど深い眠りにつくことができています。なのでいろいろ教えていただいてありがとうございました。